あのなんとかツボワムシのですね、養殖が可能になって、初めてですね、アユが卵から生まれて1週間経つとその栄養をすべて使い尽くすわけですけれども、それ以降何を食べるのかっていう、その食べ物が、あれである。しかもあれあのワムシを養殖することが可能であるということが、発見されたのが、今の場所というか岐阜県です。岐阜県でこのアユの稚魚養殖をしようという時に三重大学の先生が、発見されたということで、まあ、それによってですね爆発的に、この養殖技術が進歩した。でこの長良川のアユのみならずですね、日本中のその海の魚も含めて、養殖の稚魚が卵から生まれて最初に食べる、ワムシということで、あプランクトンということで、海の方の養殖でもあのこのワムシが使われているということで、非常に日本の魚の養殖技術のイノベーションがこの長良川で起こっていたと、いうことをあの人たちはもっと自慢げに話していいと思うんですけど、あの謙虚なのでああいう形でのご説明になりました。でちょっとあの行きの車で僕重要なあのこのアユのストーリーをですねお話しするのを漏らしていたかなと思ったんですけども、アユはですね、さっきの加賀島の近くを中心としてあの辺で卵を産みまして、1週間ぐらいで海に行くと言ってましたけども、重要なことはこのアユの稚魚は海で育つってことですね。塩水の中で、プランクトンを食べながら育つわけです。で、伊勢湾である程度大きくなりまして、ここの漁業センターだと10センチから15センチぐらいって言いましたけども、早いアユだと、まあ、4、5月にですね、もう5、6センチぐらいの状態で、河口から川を遡っていこうとするわけです。で、この時に簡単に言うと、塩水から真水に、生活環境変わるわけですね。本当にまだあの小さな子供みたいなアユがですね、その過酷な、浸透圧の変化、この汽水域というですね塩水と真水が混ざっているエリアを、通り抜けまして、体を、ま、がきたわってですね、そういった過酷な状況を切り抜けてそれからの長い長良川の遡上に、挑むと、いうことがあるわけです。ですから先ほどの、施設でもですね、最初に生まれた今日見ていただいた、まあ、5ミリぐらいって言ってましたけど生後 10日ぐらいのあの稚魚は塩水の環境に今いるわけですけども、あの環境ではその塩水から真水に上っていく、汽水域というか徐々にその塩分濃度を落としていって真水の状態で、10センチ12センチぐらいの環境にいて、そこからあの各流域で放流に持っていくというようなことがあるわけですね。でこのアユはですね、海で大きくなると言いましたけども鮭と同じような母船回帰の本能がないという残念な報告がありまして、まあ、簡単に言うと長良川で生まれたアユは長良川に帰ってくるって言った方がかっこいいんですけど、実はそうではなく、まあその時に近くにあった河口を登っていくそうです。ですから、木曽川とか揖斐川とかですね、まあ、その他伊勢湾に流れ込むいくつかの川で、育ったアユの、まあ、生まれたアユの稚魚が伊勢湾付近である程度大きくなって、まあ、その時に長良川の河口に一番近かった子たちが登ってくると。しかも河口付近は揖斐川と一緒になってますので、まあ、そこで揖斐川方面行くか河口堰を越えて長良川方面行くかっていうのも、まあ、偶然に左右されています。それでもさっき言ってましたけども、各流域漁協でですね放流する4500万匹の稚魚以上の、圧倒的な天然遡上が実はまだ長良川にはあると、5、6センチになれば実は長良川河口堰の、魚道も割と、悠々と登っていけるようです。ですし河口堰の方も、この遡上シーズンには水門を開けるなどの、まあ、協力体制はされていると。河口堰の問題はですねこの長良川のことやってると常に出てくるんですけれども、もう30年、この河口堰がある状態でもいかに、アユを、まあ、育てて食べていくかっていうような努力も一応されてきたということは、評価せざるを得ないと、思います。まあ、漁師さんや、この行政なども含めてですね、まあ、今後河口堰がどうなっていくのかっていうのはいまいちよくわからないんですけども、いずれにしろ
それぞれの時代の環境で、この鮎を長らがい絶やさず、生きていかせる人の努力と、まあ、そういうことをお構いなしに勝手に生きているそれ以上の、鮎の生命力と、まあ、そういったものが、混ざってですね、世界一の、この鮎の環境が今維持されているということだと思います。